ホイアンのライエン・ハシ・ホイアン氏とは、ベトナム中部クアンナム省の都市であり、ダナン市の南方30キロ、トゥボン川の河口に位置する古い港町である。人口は、約12万人。ヨーロッパ人には、ファイホ、フェイホと呼ばれたこともある。中国人街を中心に古い建築が残り、1999年に、ホイアンの古い町並みとして、ユネスコの世界文化遺産に登録されている。 チャンパ王国時代からの古い港町で、16世紀にチャンパは南に交代し、笛に高南原子政権が樹立されると、その外交となった。ホイアンの名称はその頃に成立したと思われる。16世紀末以降、ポルトガル人、オランダ人、中国人、日本人が来航し国際貿易港として繁栄した。1601年には、広南、原子は、 徳川家康に書簡を送って、正式な国交を求め、江戸幕府との取引が急速に拡大した。主院上による約30年間にわたる主院船貿易のうち、広南には71隻が入港した。ホヤンには大規模な日本人街や中国人街が形成され、1623年にはオランダ東インド会社の召喚も設けられるなど、繁栄を誇ったが、間もなく、 江戸幕府の鎖国により、日本人の往来が途絶え、オランダの召喚も1639年に閉鎖された。17世紀後半、新朝と停止台湾との対立から旋回令が出されたことは、さらにこの地域の交易を停滞させ、一時期の繁栄は失われていった。1770年代には、西山島の乱によって、町は完全に破壊されたが、やがて再建され、 19世紀まで繁栄した。しかし、ホイアンと南シナ海を結ぶトゥボン川に土砂が堆積して川底が浅くなった結果、大型船の往来に支障を来すこととなり、国際貿易港としての繁栄はダナン港へと移行した。18世紀のホイアン一方で街並みは残され、ベトナム戦争時代に破壊されることもなく、現在に至るまで当時の繁栄ぶりを今に伝えている。 以下の旧防四社から構成される。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。衆院船貿易が盛んだった17世紀頃には、日本人町があり、300人以上の日本人が住んでいたと言われているが、1633年の第一次、鎖国令、1635年の第三次鎖国令により、徐々に、 日本人は帰国した。その後ホヤンでは大化があり、現在の街並みはすべて19世紀以降のものになっているため、日本人外の意向は残っていない。日本人が作ったされる来園橋も建築様式が日本のものと異なることから、後年かけ直されたものと思われるが、1993年から継続的に行われている昭和女子大学らの発掘調査により、 橋のすぐ横から、木具や板材が見つかり、それが、本来の日本橋の遺構ではないかと見られている。発掘調査では、他にも小まり焼きの破片や日本独特の仏具である、物販機なども出土した。ホイアン郊外には1647年に没した、谷やジロベイの名が刻まれた、日本人墓地に、日本人によって修復されたものもある。また、 ホイアン郷土料理の汁なし麺であるカオラウは、日本の伊勢うどんが変化したものではないかとする説も、あるが、スープでなくタレを絡めて食べる、天の類似や、カオラウの漢字、高殿が2階建て家屋があったとされる、日本人街の通称、高殿に由来するのではないかという推測からであり、証拠はない。ありがとうございます。